これよりフィン・マック・アルーインのアコレードを取り行う。汝、王国の槍になることを誓うか。父の名に誓って。汝、王家に忠誠を捧げることを誓うか。母の代わりに姉の名に誓って。ならば偉大なる騎士の勲章を授け、王命を聞け。世に服従し、危害を加えることなく絶対の騎士となれ。月主、ここに誓いはなった。これより勇者フィンを王国第一等級騎士に任ずる。フィアナ騎士団に援護を出す。何事もなく終わった。拍子抜けですわね。たとえ何か策があったとしても、月主には何人たりとも抗えない。フィン様はもう終わりけれど、それもいいでしょう。怒りに打ち震え、歯を食いしばる無抵抗のあの方を貪っては殺し尽くすのも一興。ああ楽しみ。気分はどうだ、フィンよ。不思議な気分です。高揚とも違う。心に冷たい水を流し込まれ、まるで鉄の鎖で縛られたような。ともあれ、今の私は不思議なことに王へ嘘をつける気がしません。どうぞ、これを。ん？なんだ、この文は。私がたどり着いてしまった、配布もいてつく肘でございます。ああ、もう隠し通すことはできない。どうか、お一人になられましたら、目をお通しください。失礼します。身構えていたが、何も起きることはなかった。フィンには範囲なしということか。珍しくグラニアの勘が外れたな。そういえば、月主の代償たる予言が出ていない。フィアナの時よりルールは控えたとはいえ、代償が生じそうなものだが。まあいい。これでフィンも世の傀儡。我が安寧は英語を脅かされぬ。どれ、従順たる奴隷の報告でも見ておくか。どうせ大したことなど書かれてはの。この時を一体どれだけ待っただろう。偽りの名を背負い、詐欺師の笑みを浮かべ、多くの人を欺いた。醜い憎悪を騎士の鎧と仮面で覆い隠し、友さえ裏切った。だけどそれも今日終わる。さあ始めよう。約束通り一人で訪れたぞ。あの文に書かれていた内容は何だ。世の最愛が偽物だというのは一体な、何。
これは火の手。兵士たち、何をしている。早く消せ。緊急緊急、ダーラ王宮の敷地にて火災が発生しました。何、王家の膝元でだと。はい、現在たまたま居合わせたフィアナ騎士団が消火活動を行っていますが、火の手が激しく救援を要請しています。無論だ、兵士たちとも連携しよう。陛下たちの避難は完了しているのか。それには及びません。火の出どころは高級跡地、今は無人の塔です。ここには誰もいませんよ、王。この塔は人の寄りつかない場所。火の手に巻き込まれるアホなどいない。みなそう思っています。誰だ。火をつけたのは貴様なのか。貴様は一体何者だ。お久しぶりです、コーマック王。いや、その赤い瞳は、フィアナ。ええ、その通りです。地獄より舞い戻ってまいりました。赤き瞳を前にしただけで理性を手放し錯乱したか。あれで王とは笑わせる。あらゆる恐怖と絶望を与えて殺す。10年の怒りが発露するその時か。ミアナ、この亡霊が死してなお世に悪夢を見せるというのか。月主だ、ひざまずけ、消え失せろ、地獄へ帰れ、亡霊。何を言っておられるのですね。外を見てください。今宵はあんなにも美しい月が見えるではありませんか。小僧に月主は聞かん。正確にはフィアナの槍に既存の月主が刻まれている。小僧は姉の分の槍まで継承した。そして魂に根付いていた槍は今もアーティファクトの神秘に毒されている。強力なルールを与える特性上、月主の上書きはまかり通らん。いわば小僧は今もフィアナと運命を共にしている。ならばアーティファクトの代償たる予言を共有しているのも道理。満月の夜、解き放たれた赤き瞳に殺される。それが俺たちに月主を課した代償。予言の時だ。お前は今日俺たちの槍にうがたれる。許してくれ、嫌だ。
遅れて王国のためだったのだ。お前の父もお前も全部この国のために。私が悪かった。待ってくれ。死ね。これでまず一人。